沖縄選出の野党の国会議員の皆さんからアピールをいただきたいと思います、えー、赤嶺先生からお願いをしたいんですが大変恐縮でありますあのお一人3分以内でぜひお願いをしたいと思います赤嶺先生よろしくお願いします、えー、皆さんこんばんはあのオール沖縄 日本共産党の衆議院沖縄一区で国会に送り出していただきました赤嶺政権です大変ありがとうございましたで、えー、今日は私たち日本共産党の山下諸局長が参議院の予算委員会で質問に立ちまして えそれで辺野古の人たちのえ気持ち思いえ沖縄県民がオール沖縄になったえそういう背景を踏まえてえ巨大な米軍基地が辺野古に作られようとしてる問題を,を暴露をいたしました。今安倍内閣は長知事とまままだあ一度も対話をしないまま 強引に基地建設を進めております後で他のオール沖縄の皆さんからもお話があるんじゃないかと思いますが私が週末沖縄に戻りましたら沖縄県国交の開発建設部の労働組合から要請を受けました今沖縄の国道事務所の全員が北部国道事務所の 兼務を命令されていて、3日に1日は辺野古のテントを監視する、毎日のように辺野古の監視体制が組まれて20分ごとに、ですねあのテントの情報を直接、官邸に届けるような、そういうものを追わされております。でこれはもう公務じゃないと え組合の皆さん言っておりました、えー、公務の手順でいけば、えー、強制的にテントを撤去することはできないしかなりの時間がかかるので、えー、嫌がらせで、えー、しかも、えー、労働者は、えー、今日は自分の娘が辺野古に座り込みに行ってるから今日の当番勘弁してくれと言ってもですね勘、えー、弁しない。もうこんな仕事は できないと言ったら、今すぐ辞表を出せと言われる、そういう労働者をですね、本当に圧力をかけて、あの県民の戦いに、戦いを分断しようとしておりますが、絶対に負けられないという気持ちで、私たちは全力を挙げて頑張ります。オール沖縄1区から4区までの4人、参議院の糸数さんを含めて5人です。共に頑張りりままししょううありがとうございました 赤嶺衆議院議員ありがとうございました。